行くぞ。ゴー。いろは坂での借りをきっちり返す。3、2、1、ゴー。進化しているな、その車。さすがに北関東を勝ち抜いてきただけのことはある。だが今の俺にはミステリアスなもんなんかじゃない。旋回性能は単純にタイヤのキャパシティと荷重バランスだし、加速力はパワーと車重のバランスでしかないんだ。他のやつはごまかせても俺の目はごまかせないぜ。ミスをしなければ勝てる。この1本目でお前自身の進化を見届けてから、2本目で確実に仕留めてやる。峠はスピードのレンジが低すぎる。もっとアベレージが高ければ差ははっきりと出せるんだが、それを言い訳にはしない。勝負どころは最後のセクションだ。俺が藤原ならそこで行く。可能なのかな、そんなことが。プロを相手にやるしかねえだろう。藤原には心で一発本気の底力を見せてもらわねえとな。なんとなく予感めいたものを感じるんだよな。出そうな雰囲気だぜこのコース。え、出そうってまさか。勘弁してくださいよ、俺マジでそういうのダメなんですよ。バカ、別に幽霊が出るとは言ってねえよ。インホイールリフトか、うまいもんだぜ。だがそこまで芸術的なコントロールが速さにどれぐらいつながっているかは疑問だぜ。俺たちレーシングドライバーに遊びはいらない。速いか速くないか、それだけだ。藤原ゾーンと兄貴は呼んでるけど、トップアスリートがよく言うゾーンというものとはちょっと違う。藤原プラス86という組み合わせで起きる現象なんだ。どういうものなんですか。説明するのはちょっと難しい。兄貴以外はな、俺にもよくわからないし。プラクティスなんかでたまに藤原の後ろについて走ってる時にあれと思う瞬間があって、理解できない車間の開き方をしてしまう。出るのか出ないのか誰にもわからない蜃気楼のようなものだと思うようにしてたけど、確かにあるんだ藤原ゾーンは。特定の条件が揃った時に出てくる。一番重要なのはそのコース特有のリズムなんだ。なんだ今のは。俺のミスか。油断はできないな。忘れちゃいけない、俺は一度この男に負けているということを。またか。立ち上がりでスッと離れる。俺のミスか。ミスをしない作戦だったはず。何より気に入らないのは俺が慌ててることだ。向こうのペースに乗せられてるんじゃねえのか。リズムが切り替わるポイント。そう、ポンとアクセルを踏んですぐに抜く。リズミカルな繰り返しから少し溜めるリズムに変わっていく。今2台がいるあたりがちょうどそのポイントなんだ。何かが始まるとしたらそこだな。何かって、何が。藤原ゾーンが壺に来るだろう。前から聞きたいと思ってたんだけど、どんな種類のものなんだそれは。今に始まったことじゃない、以前から確実にあったものなんだ。向きを変えるスライドと前に進むスライドの切り替えが自由自在だ。その結果どんなことが起きるかといえば、あの86はまるで 4WD のように加速する。そんなバカな、ありえないだろう。もちろんありえない。86はどう転んでもリアドライブだからな。見る者にそんな錯覚をさせてしまうほどキレがいいということさ。後ろから見せつけられたショックはでかいぜ、わかるやつならな。同じような姿勢でコーナリングしていても、いち早く車が出口を向いてゼロステアでアクセルを踏んでいち早く加速体制に入る。そんなドライビングのスタイルがたまたまあの車のピーキーな性格にビシッとはまってしまう。今のところ俺にも完全な説明はできていない。
お前に説明できないことなんてあるのか。あるさ。特に藤原と八六のパフォーマンスはセオリーだけでは説明できない。これは現実だ。明らかにペースアップしてる。俺はガキになりきれてないんじゃねえのか。がむしゃらに攻めきれてないんじゃねえのか。ミスをしないとか2本目を考えてタイヤを温存するとか、そういう計算が俺に自軸性走りをさせてんじゃねえのか。冗談じゃねえ。俺は誰よりも速いと信じてレースをやってるんだ。レーシングドライバーが素人の86相手に本気で勝負に行ってるよ。藤原が追い上げられてる。いよいよ最終局面か。このバトルに勝つにはガキになりきらなきゃダメなんだ。ゴールは近い。限界を超えたオーバースピードでの突っ込み勝負。これこそ峠の勝負だよな。そのスピードでお前がクリアできるなら俺にだってできねえはずがねえ。受けて立ってやる。藤原と八六のパフォーマンスはプロが曲がりきれないと判断するスピードからでも曲がれてしまう。そんなことが現実に起こりうる。全てをひっくるめても藤原ゾーンなんだ。同じ速度で同じラインで、しかもこっちは FR よりも限界の高い MR なんだ。冗談だろう。